ドルフィンウェーブ。我が求めに速やかに応じるようになったな、同胞よ。キリはテスト期間の詰め込み勉強に不審し、アニメやゲームを一時的に絶っているようだからな。彼女が学業の戒めから解放されるその日まで、我が暇つぶしに付き合うがよい。おう、コーヒーメーカー。豆も持参するとは準備の良いことだ。作品鑑賞に伴い、より良い触媒を取り込むこと。それはすなわち理解の質を高めることにもなる。存分に味わうがよい、我が同胞。これはもしや我の分か。貴殿の分だけではなく。やれやれ、気の利くことだな。我が好物を把握しているのもいかにもコーチらしい。他者のコーチとはいえ、まったく舌を巻くぞ。いや、飲むぞ。もちろん飲むから、気にせずくつろいでいるがよい。やっぱこれ…無理…苦すぎて…無理…かっこいいかと思ってプロフに乗せたけど…本当は飲めない。砂糖とかミルクとか入れたらなんとか。口直しにおはぎ食べよう。こういう和菓子は好きなんだけど、私のイメージじゃないし。ああ、このことは口外無用だぞ。コーヒーはブラック、おはぎには目もくれない。これが我がパブリックイメージでござる。分かったのであれば返事をせよ、上官どろめ。それと貴殿の分のおはぎもあげよう。私も食べたいし、一個でいい？また会ったな、我が同胞。今日は霧島と氷向の練習試合だから、当然の開講と言ってしまえばそれまでだが、各企業間での研鑽、切磋琢磨、我らが真の能力者として開花するには必要な通過儀礼。しかし目覚ましきはイルカの成長速度よ。そう遠くないうちにヒムカも追いつかれるやもしれん。敗北を喫さぬよう我も用心が必要だな。しかしこの伸びはイルカ自身の才覚なのか、それとも貴殿のコーチングのなせる技か。謙遜も大概にするがよい、コーチマスターよ。我は知っている、貴殿のコーチの実力をな。そこで相談があるのだが、同胞よ。その指導の力、我がために振るってはくれぬか。他者のコーチにすがるのは間の抜けた話だが、そのなんだ、貴殿が相手でないと頼みにくいのだ。我がペルソナに関する話なのでな。我が抱えている問題というのはだな、アニメを見ているとき熱中しすぎてペルソナを外してしまうだろう。試合中はそのようなことがないように集中しているのだが、そちらの方に気を取られすぎてしまうのだ。どうしたらいいと思う？キャラとか言うな。いや、しかし
妥当な意見ではあるな。我のペルソナはまだ不完全。その具現度合いを上げていくことが重要だな。今まではぼんやりとその場で被るペルソナを決めていたが、やはり闇のノートに描かれた継承を完全に我のものにすれば戦いにも集中できる。設定とか言うな。うん、我がノートに描かれた深淵、それを具現化していこうではないか。なるほどな。我が失われし記憶を取り戻せた、そんな気がする。おお、いいぞ同胞よ。それでこそ我が盟友。先日は禁じられたレッスンを、あの日以来おかげで我が身がうずくぞ。盟友よ、一度闇を味わったなら抜け出すのは至難。底なしの沼が待ち構えているだろう。ところで、たびたびの相談となってしまうが、我も現在自ら足の踏み入れにくい領域があってだな。そろそろキリのテストが片付いて、その場に誘ってみたくはあるのだが、彼女を誘うとむやみにからかわれそうで二の足を踏んでいる。そんな場があるのだ。だからといって一人で行くのははばかられる。我が身には恥ずかしめとなる可能性も高い。ゆえに盟友たる貴殿に問う。我が盾となり、その地に共に赴く気はないか。貴殿にとっても悪くない交渉のはずだ。その地は誰しもに力を与える場所だからな。身も蓋もない言い方だが、さよう。やった！さすがは我が盟友。猫カフェだ！猫ちゃんがいっぱいで可愛い！いっぱいモフモフ、いっぱいモフモフ、カリカリモフモフ。猫じゃらしぴょん。スリスリ服が毛まみれ。あ、この子おとい、私とお揃い。ねえねえ、写真撮って。コーチさん、きっとこの子も闇の同胞だよ。せーの、ダークウェーブっと。かわいい。これブログに載せたいけど、私のイメージがここだけの思い出にしよう。無理、猫には抗えない。盟友は猫の魅力を分かっているのかね。夜間の緊急の呼び出しにも対応するとは、すでに我が傀儡と化しているな、盟友よ。今日も猫カフェのような気楽な潜入と思ったか？それとも映画館の大画面でのアニメ鑑賞？いずれもいいな。気を引き締めよ。今宵貴殿を招いたのは他でもないのだ。確かにそれも緊急事態だが、今回は違う。我が追いかける都会の闇、秘密結社の尻尾をつかんだのだ。都会に住まう行為者だけが知る裏組織だったはずだが、わだつみにも手を伸ばしていたとは。
他の誰の目を欺こうとも我が魔眼は欺けぬ。盟友よ、共に秘密結社の正体を暴くぞ。つい先ほどだ、我が魔眼が捕らえた黒服の連中はこの飲食店に入っていった。夜の街で黒服にサングラス、意味深なステッキ、それがあの組織の構成員の特徴だ。裏インターネットにそう書かれていたからな、間違いない。さらに組織の連中はこの店でシンクの酒を飲み干していたようだ。同じレベルに到達するためこの赤ワインとやら我が意中にも入れるべきか否か。相変わらずデータの蓄積があるな。他社の選手の情報にも通じている。さすがは貴殿の名コーチングといったところか。ではせめて組織の連中が食べたものと同じものを注文しておくとしよう。店員よ、アクアパッツァとパエリアを頼む。ワインは抜きでだ。残念だがな。おいしい。海の幸のうまみたっぷり。こんなおいしいものを食べているとは組織の連中も。おいしい。本当？くるくる。いや、来ようではないか。それにしても成人したらか。成人とは一体どんなものなのだろうか。普通の人間か、魔眼を極めし者か、それともどっちでもない大人になるのかな。もう食べ終えてしまったか。さあ、さらに目撃情報はあるぞ。闇にかけようじゃないか、我が盟友よ。島の周りは海ばかりだ。当然のことだが、いつ何時でも気軽に海が見られる。だがこの場所は幾分違った海の景色だ。夜の星空が降らせる光と街の明かりが等しく注がれる。見るがいい、光のページェントが生み出す幻想的な光景を。我の誘いに気軽に乗ってくれる存在は盟友キリと貴殿ぐらいのものだ。だから見せたかった、この海を。自然と人工の光が融合した私が一番好きな海、それを今夜一緒に見たいなと思ってあなたを連れてきたんだ。わかるかな、私の本心がどうだったのか。組織の人間がこの町に本当にいたのかどうか。あっは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 っ。寄せては返す波がごとく、我は変幻自在なり。果たして貴殿に我が真意がつかめるかどうか、これぞ盟友に向けた我が手向けよ。より深く知りたいか、組織について、そしてこの黒瀬みなみについて。盟友よ、貴殿がそう望むのであれば
我は逃げも隠れもしない。そう、だからつまり明日からお部屋でアニメの続きを見よう。最初に見たアニメまだ途中だったし、今度はキリも呼ぼうではないか。あ、でも血に驚いているところをキリに見られたら笑われそうだから、あれは私と二人きりで見よう。それでよいな、我が盟友。